はいどうも。今度は後ろ足の方ですね。こちら後ろ足はね、前足と違ってアブソーバーとスプリングが別体の形状になってます。なのでアブソーバーだけのね単体でのお話をさせてもらおうかなというふうに思います。まあアブソーバーっていうのはバネがねこう縮まって、まあ、ちょっと人の力では縮められないですけど伸びる時のねこう伸び縮みがずっと続くのを抑えるためにアブソーバーっていうのがあります。要はこれでよく減衰力っていう言葉を聞いたことがある人が多いんじゃないかなと思いますけど、スプリングの反発を減衰するという役割があります。今これこうやってねこれがまあ一番前伸びの状態ですけどこう縮める時の力うわ風強いなこう力がね入れてで本来だったらこうやって縮めたら戻ってこなきゃいけないんですけど戻ってこないのでよいしょよいしょ縮めたらこういう感じでね本来伸びてくるのが正しいです。でこのね伸び縮みの減衰力が変わると、まあ、車の運動特性とか、まあ、スプリングの特性もそうですけどそういうのが変わってくるという感じです。でこれに関してはねもうこう今こう伸びてってるの見えますかね。この水色のニュー SR スペシャルの方もうこれも中古品だったんですけどいい伸び切りましたという感じでですね、まあ、実際このアブソーバーっていうのもちゃんとそれぞれ役割があってっていう感じがあります。なんでまあ例えばね、これプラモにじゃあどう置き換えるっていう話なんですけどじゃあちょっとこういじくった感じの車にしたいなとそういう感じの時だったら例えば足回りのアブソーバーの部品をねまあ実車用のアブソーバーいろんな色がありますのでまあこれは脳内保管で、この方のあこのメーカーのこのショックの色を真似してみようみたいなねそんな感じにしてみるとよりこう面白い感じでねプラモデルカーモデルもね作れるんじゃないかなと思います。というわけで、見比べようと言いながらプラモがないですけれども一応今回こうやって足回りをようやく手に入れましたので、まあ、ちょっとお話しさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。